めっちゃなんかめっちゃ多いな人今日え、どうしました皆さん <laughs> 嬉しいですこんなたくさんの方が来てくださって開始早々こんばんはあ、めっちゃ可愛いありがとうございますありがとうめっちゃ可愛い嬉しいですありがとうございますこんばんはすごいめっちゃたくさん来てくれてるありがとうございますこんばんは皆さん こんばんはおしゃべり会ありがとうございました楽しかったこんばんは愛ちゃん今日はありがとう楽しかったでこちらこそ嬉しかったはじめましてできたやっとありがとうこんばんはリップを塗ろう ございます。こんばんはおしゃべりかお疲れ様ありがとうございます参加してくださった皆さんありがとうございました配信見に来てくださった皆さんもありがとう兄い今日もありがとう今日の服りえちゃんからのおさがりだったそうなんですよりえさんからのおさがりでりえちゃんのお洋服インスタアップめちゃくちゃあ実はインスタグラムに先ほど写真をアップしました この配信始める直前に <laughs> 配信始める直前に慌てて配信の前にインスタ上げたいと思ってインスタ上げました皆さん見てくださいぜひいいねください今日の愛には本当に19歳ってくらい大人っぽくてかわいかったしいありがとうございますめっちゃ嬉しい 今日本当はね髪の毛巻こうと思ったんですけど髪の毛を巻く前に一回ストレートアイロンをかけるんですよその寝癖とか直すためにでそれで、ね、ストレートアイロンをかけた時あ今日のお洋服ストレートの方が似合うかもって思って巻かずにストレートにしました大人っぽいですか <laughs> 中からうがいで画面固まってしまったけど話してきてたね固まったって言ってたねお問い合わせしてみてください今日ちょっとね電波悪めだった気がしますいつもよりどうだろうみんなインスタ見てくれたかな超可愛くないですか今日の予約ちょっと今見てください皆さんインスタ <laughs> 超可愛くないですか今日の予約 うーんあいにゃと久々にお話しできて髪切ったのを気付いてくれてるし方たやるとこちらこそ髪切ってると思わなくてさ結んでると思っててさでもなんか短く見えるなと思って聞いてみたら切ってた <laughs> め,っめっちゃ可愛かったありがとう参加してくれてインスタイにねしてきたありがとう嬉しいあいいねギフトありがとうございますいいねありがとうあハートたくさんありがとうございます ハートいっぱいありがとうありがとうございますすごいたくさんのハートありがとう <laughs> ととと見ました犬ヌズありがとう今日参加できなかったっけりえさんの服そうなんですよ今日はねりえさんのお下がりを着させていただいて めっちゃ楽しすぎた。またさああとえ、ぜひぜひ。今日も楽しい時間ありがとう。かいね。楽しかった。嬉しかった。ああ、こちらこそ。たくさん来てくれてありがとう。いつも服に触れるの忘れて後で後悔する。これ話そうと思っても忘れちゃったりするよね。全然。インスタ見て褒めてくれたら嬉しいです。写真見せたよとおいっ子に伝えたら喜んでて愛にはずっと大好ですけど。なあ、しい。本当に嬉しかった。いつか会えますように。可愛いいに会ってる。ありがとう。 アイナちゃんが普段選ばない感じのデザインだけどトラップとかめっちゃ似合ってるそうなんですよりえさんからいただいた洋服も私が普段自分では買わないようなデザインですっごく可愛いんですよ本当に可愛いハートありがとうございますありがとうねハートさああのインスタも更新したんですけどツイッターも更新したのでみんなツイッターもぜひ見てください会うたびに痒くなるのずるいそう言ってくれるのずるい嬉しいありがとう 大人っぽくてニャインスタ通知で即位にした嬉しい電波マイナさんの顔しにやられましたね <laughs> そういうことか電波がねちょっと悪めだったのよ可愛し綺麗だよありがとう私はマイナに会いたいね本当に会いたいよリポックできたありがとう何この大人っぽさ今日大人っぽいでしょリエさんのお洋服マジックです 自分も参加したかった,で、ね、話したかっね <laughs> そうあのりえさんのお下がりを今日着させていただいたんですけどこれは何年か前にもらったものとかではなく最近いただいたものでそうりえさんが「お下がりいる?」って連絡してくださって「え欲しいです!」って言ったら段ボールに満杯にお洋服が入った段ボールが届きましてどさっと。 お洋服をたたたくさんいただきましたその中の一つです今日の着たお洋服はそうりえさんって本当におしゃれじゃないですかザもうおしゃれなんかりえさんらしいカラーがあるじゃないですかりえさんのおしゃれってだから自分に着こなせるかなーってちょっと心配だったんですけどみんなが褒めてくれて嬉しいですりえさんほどおしゃれには着こなしてないと思うんですけど着こなしてないんですけど嬉しい。 アイニャとお話ししてみたいなおしゃべり再販あったら撮りたい遊びに行ってもいいですかもうぜひぜひぜひ来てください待ってますぜひ来てください今日は本当になんかねすごく今日たくさんの方がもともと今日最後の日程だったじゃないですか10月のおしゃべり会追加。 される前最後の今日が日程だったからすごいたくさんの方が来てくださってそうそう初めましての方も多くてあと今日女性がすごく多かったですね嬉しかったです <laughs> そう最近いただいたんですよお洋服。 もうめっちゃおしゃれででも理恵さんのお下がりって聞いたらめっちゃ理恵さんのお下がりって感じしません今日のお洋服 <laughs> 個性的な感じこの他にはないデザインな感じがすっごい可愛くて超お気に入りですあっ愛い,いでゲストありがとうございますありがとうありがとうございます SNS 見てとてもにありがとう嬉しい リエさん優しい本当に優しいそう優しいんですよおしゃれとても似合ってるしっかりと一回もしてとかさすがあって嬉しいよ <laughs> そうりえさんから頂い,いたお洋服本当になんかわざわざね新潟に送ってくださって本当にお優しい きれて嬉しいです。しかも、今日本当にたくさん褒めてもらえて、おしゃべり会でも。そう、可愛い,いねー、大人っぽいね。ってたくさん褒めてもらえたので。<laughs> でも、全然、うちはまだまだわがままなので、褒め、ほの、褒め。褒められ足りないので。ぜひ、おしゃべり会参加してない方もたくさん。なんか感想くれると嬉しいです。 リプとか返信とかコメントとか参加したい方はねぜひレポとか感想とか書いてくれたら嬉しいです SNS 見に行きますあいにゃと久しぶりにおしゃべりできて幸せだったイヤリングプレゼントするええー、ありがとうすごくかわいかったアイヤリング楽しかったよーありがとう アイちゃんのこと考えながらよくくれたんだろうなってもうそれさえやばいですよね私これアニアにあげるやつって思ってリエさんがあの箱に入れて送ってくれたって想像するだけで嬉しいわれ <laughs> <laughs> 遅くなりました金曜日の話からこちらこそありがとうございました <laughs> ぜひまた来てねうん アイにゃの魅力がたくさんの人に伝わるのっても嬉しいねって優しい <laughs> いつまでも優しい予定が分からなかったから参加できなくて申し訳ない早く帰ったいねーなかなか予定合わせるの難しいよねおしゃぶり会愛ちゃん買いすぎました嬉しいありがとうそうなんですわざわざ送ってくださったんですよトップスもスカートもどっちもお下がりですよ今日着てたお洋服は トップスもスカートもどちらもリエさんからいただいたお洋服ですなので今日はリエさんコーデです <laughs> 靴だけ自分のでしたそう靴だけ自分の嬉しかった 今日はありがとう、こちらこそありがとう来月こそおしゃべり会参加できる人ね来月もねあるからみんなに会えるのを楽しみにしてるよそう靴は自前です服に合ってた嬉しいそう、今日履いた靴3年前ぐらいに買った靴なんですけどなんかんたの多分お洋服に合わせたくて買ったんですけど本当にあれめっちゃ厚底なんですよ 写真見ててかる通り8センチぐらいあってそうだから歩くのが大変で <laughs> なかなか履いてなくて収納の奥の方にあったので履いてみました履いてみたら意外と「あいいじゃんこの組み合わせ」ってなっていろいろ靴合わせてあれが一番しっくりきたのであれを履きましたでも本当にあの靴めっちゃ身長が高くなるんですよ、ね、私元が 12ぐらいの身長があるので、あれを履くと170近くになるんですよね。身長がだからもう見る景色が全然違って。<laughs> 男性のスタッフさんとかいつもこうやって見上げて見上げてるっていうか、上に目線があるのに、今日男性のスタッフさんと同じ目線で <laughs>。あれみたいな。あれってなりました。身長があれ目線が一緒だな。な でメンバーなんてもうこんなんでした <laughs> そう前回素敵には眺めとったのに病でしたおしゃべり会って本当に病ですよねそうもう本当にリエさんからいただいたお洋服を着てみんなとお話し会をして本当に幸せでした 本当に今日ねたくさんの方が来てくださってもうめちゃめちゃ嬉しかったしめちゃめちゃ元気でましたさあ私さ最近花粉がやばくてもう 薬飲んでないとくしゃみとか止まんなくて私秋花粉そんなにひどくないんですけどまあ春に比べたら全然マシなんですけどむしろなんか去年とかなんか今までの秋の花粉はそんなに症状も全然出なかったんですけど今年は春花粉ひどかったじゃないですかで秋も花粉がひどくてもう薬飲んでないとね生きていけなくてで薬がね眠くならない 眠くくなりにくい薬をいつももらうようにしてるんですけどそれでもねやっぱ眠いんだよね <laughs> なんかちゃんと睡眠とったのに「眠って思ってここ最近何でだろうって思って気づきました薬です花粉の花粉の薬でめちゃめちゃ眠くて最近だから昨日とかもメールにさ「今日眠い日でした」みたいな書いてたんだけど理由わかりました花粉の薬です 知れ眠くて。カシミヤだいてますか <laughs>。カシミヤね、もうね、いつだろう。ちょっと前になくなりましたね。もう。こんな。このティッシュを使ってます。今。<laughs> 安いティッシュを使ってます。<laughs> 年焼き花粉ひどいっていう人多いやっぱり本当に嫌なんですけど花粉え絶対そうですよね本当にね花粉薬飲んだ日なんですよめっちゃ眠い日 <laughs> それに気づいたのが本当にね今日今日気づいたあ薬だ そうなのよ。<laughs> 今日の喋り会はね。コンサートの話題がでも多かったかな、コンサート楽しみって声がすごく多かった。でも初めましての方も今日すごく多くて。すごい嬉しかったな。 コンサートもね、いよいよほんとにこれから本格的にきっとリハとかレッスンとかも始まっていくので頑張りますあと10月3日のあのー、アルビさんのホームゲームに参加させていただくやつも結構チケット取ったよーって方がたくさんいらっしゃって嬉しいですめっちゃハニー ハベにしてる。楽しみだな三日。眠くなっても薬飲んだ方がまし。はい、そうですね。くしゃみ出る鼻かゆい体かゆいより眠い方がまだマシですね。どっちも嫌だっけ。<laughs> あ、小晩、ありがとうございます小晩、ありがとう。あとインナーカラーがさ、もうピンクがもうだいぶ落ちてきちゃって今なんかオレンジっぽい色になってるんだけどなんかすごい 後輩がすごいたくさんインナーから褒めてくれて嬉しい <laughs> ユナ今日はゆな子とかあと今日一瞬その NST 祭りに出てた子たちと一瞬会ってそう大塚の奈美ちゃんが可愛いですねって褒めてくれました <laughs> あと今日さなんか髪がね今日調子よくてめっちゃサラサラな方なんですよ私の中では でしたらそれにユナコが気づいてくれてそう「えめっちゃ髪ざらざら」って言って褒めてくれて嬉しかったです髪の毛褒められるのってすっごい嬉しい私自分の髪の毛に自信ないのでそう髪の毛褒められるの嬉しいあ「アルミの行きたい」って「3日仕事だけどお腹痛くなる予定ですねお腹痛くなる予定」ってやめて <laughs> 仕事なんかいそうだったの チケット取れます。おお、嬉しい。誕生日なので、勝利の女神よろしくお願いしますって。誕生日。誕生日なの。ハッピーバースデーじゃん。ワクチン接種がなきゃ見かけ。ああ、ワクチンのね、ワクチン接種で10月おしゃべり会いけないとか。イベントいけないって方もいらっしゃったな。 2日3日も2回目の接種後なので応募するのかいそれはちょっと怖いねどうなるか分かんないからね3日のアルビーのバスケ行ったら仕事に間に合わないからどうしようか迷ってますうーん何とも言えんなー <laughs> こっちに来てともそんな言えないし簡単に。 そう、オレンジっっっぽくななちゃったなんか金ぽ…色落ちすると金っぽい色になるんですけど金っぽい色の髪にピンクシャンプーをつけたらオレンジっぽくなりましたフフフそうだね久々だったかもストレートでおしゃべり会参加するの髪さらされてヤツヤだったから輝いてみた嬉しい輝いてたなんか最近 なんかドライヤーをする時にあのー、まずあったかい風で乾かしてで途中で冷風を挟んででまたあったかい風で乾かしてで最後にまた冷風で終わらせるっていうのをやったらそれかななんかすごいめっちゃサラサラなんだよねえサラサラみんなに触ってほしいこれこれね触ったらわかるサラサラなんだよね にサラサラですねって言った時「えそんなことないよ全然」みたいに言ったけどサラサラだわ今日でも本当にメンバーと比べると私のサラサラなんてもうゲのゲなんですよもうメンバーが可愛い子って無条件に髪サラサラなんですよだからメンバーのみんなってケアしてるのか分かんないですけどまあしてるのかしてなくても多分サラサラなんですよキュッキュラの。 だから私の髪のサラサラなんて毛の毛なんですけどでも私の中では今日はサラサラの方です <laughs> アンヌちゃんとお話できないの10月の日から10日最撮るぞああ嬉しい話そう話したい <laughs> インスタ見てきて服だけじゃなくて靴もかえかった嬉しいそう靴はね自分のなんですよ そう合うかなと思ってあれ入ってみたあいなちゃんすごい久しぶりになっあ久しぶりですお元気ですか冷風が冷むと乾いてないところからから言うね最後冷風で閉めるのもいいことああいいことらしいですやっただからかなだから最近サラサラなのかも なんかピンクシャンプーとか使ったら髪痛むかなと思ったんだけど全然痛まなくてむしろサラサラででも私ピンクシャンプーめっちゃ髪の毛抜けるんですよね <laughs> でも髪の毛え季節でもありますし季節の変わり目って髪の毛抜けるじゃないですか最近髪の毛の抜け毛がやばいめっちゃ髪抜けるあっ愛わい,い人ありがとうございます嬉しいありがとう <laughs> 触らせてくれます触ってくださいぜひ 中岡さんとどっちがサラサラえもう中岡さんにはかなわないです中岡さんの髪本当にサラサラだから <laughs> シャンプーの CM 見てるみたい褒めすぎ褒めすぎ <laughs> 褒めすぎ褒めすぎ画面越してもサラサラなのだから本当嬉しい愛ちゃんお顔優しい C 持ってくるいつも本当かいからタイムおしゃべり 対面おしゃべりかやったらもう拝むか <laughs> 拝まれるような人じゃないよ私ピンクシャンプー痛む、ま、えわかんない痛まないと思うけどなんか痛みそうじゃないですかだってピンクシャンプー皆さん見たことあります私今回初めて人生でピンクシャンプー使ったんですけどもう出したらビビりますよ真っピンクの液体が出てくるんですよ真っピンクこれ髪になって平気みたいな液体出てくるので。 本当になんか痛みそうで怖いまあ痛まなかったけどあっハートたくさんありがとうございますハートたくさんありがとうありがとうございます季節関係なくてんてんてんちょっと気まずいです <laughs> ちょっと気まずいです <laughs> 薬ちゃんと飲むからおしゃの日て信じる <laughs> 薬ちゃんと飲んでやっぱね髪はね髪って大事ですよねでも男女問わずなんか初めて見た時に「その人のどこを見ますか?」って言われた時に「髪」っていう人結構多いじゃないですか私は 私どこだろう初めて会った時誰その人の何を見るんだろう最初にかか顔 <laughs> 顔かなか髪っていう人もたくさんいるから髪って大事ですよね髪サラサラな子いたらえなんかあの子かわいいかもって思うし髪サラサラって大事よ はい、じゃあ会いたいですもう本当にみんなに会いたい本当に会いたいカラーシャンプー髪の毛きしむよね痛むきしむそうなんかねわかるなんかキシキシになる <laughs> で私が美容師さんに教わったやり方が普通いつもやってる普通のシャンプーしてでピンクシャンプーしてトリートメントをするっていうやり方でやってねって言われたのでそれでやってるんですけどだからピンクシャンプー終わった後はキシキシなんですけど その後トリートメントしたらいつもみたいにサラサラになるハートありがとうございますハートありがとう今日は気持ちが落ち込んでしまったからちゃん死んでしまいすあら元気出して元気出してでもなんか落ち込んでる時とかにみんなが落ち込んだりなんかちょっとなんだろうな 下を向きつつあるときに私の動画とか配信とかを見て元気が与えてあげられていたらそれが幸せです私は <laughs> あ,あ今日前髪めっちゃ欲しいね。 自分でつい最近自分で切ったのがうまくいきましたね次再販いつかな絶対取ってアラちゃんとおしゃべりしたいしたいい <laughs> つだろうね再販もうそろそろか。 しまいたいたってみんなに会いたいよ本当にアイニャもバイクトレディーよ優しい今日おしゃべりはじめましてだったのにはじめましてって感じしなくて話しやすかったああすごいめっちゃ嬉しい超嬉しいありがとうございます確かに初めましての感じしなかったなアイニャの愛しは世界一元気もらえる嬉しいアイニャから生きるパワーをもらってるえね本当 うしいピンクシャンプーはピンクの色持ちがよくなるそうですピンクシャンプーはピンクの色持ちがよくなりますなんか髪にピンクの成分を入れるみたいな感じかなピンク色っと落ちやすいんですよ髪色そうだからピンクシャンプーをしてみんなピンクを保って保つんですね もうすでに元気できてありがとう大好き指ハート <laughs> 指ハート <laughs> <laughs> 来月はいける週末に愛には出てる声まだないしおしゃべり会は参加したいそうなんですよね来月ねコンサートがあるっていうのもあるし生誕祭も来月すごく多いのであんまりねそうそうみんなに会いたいよ自分で前髪見る大変じゃないあでもね慣れました 慣れですね去年のコロナ期間に私前髪自分で切ったことなくていっつもメイクさんに切ってもらってたんですよメイクさんが美容師さんに。でも去年のコロナ、まあ、今もコロナ期間だけど何ていうのおうち時間の時に、あのー、もう家から出れなかった,かったので美容室にも行けずでメイクさんにも会えずだったのでもう自分で髪を切るしかないってなって。 そう前髪が長くてそれで勇気を出してもう切るしかないって感じで初めて切ってそっから自分で切れるようになりましたそう「アイニャ愛者楽しく生きられてる」ねえ嬉しい頑張ろうっても思うわもっと「ニャンニャ声そろそろ詳細出てくる」あ「ああニャンニャ声したい本当に」<laughs> アね「アイニャは私の生きがい」って「ねえアイニャンにいつも元気もらってる」って みんなさ本当に何気なくそうやって何気なく思ってくれてたりコメントしてくれてるのかもしれないけどガチで嬉しいんですけど <laughs> そんな存在になれてるならもうね幸せアナちゃんのパフォーマンス見て通勤してるけどテンション上がるし一日頑張るパフォーマンスああしい嬉しいな なんか私もやっぱりアイドルとかもともと48グループ大好きだし今もアイドル好きですけどやっぱ推しの曲とかパフォーマンス映像見たらすっごく元気もらえるし頑張ろうって思えるんですよみんなにとってそれが私がそういう存在っていうのがやっぱりアイドルを6年してても慣れません <laughs> 不思議な感じがしちゃうみんなにパワーを与えるアイドルの存在ってすごいって本当に ありがとうですみんなに次何,色、ね、次何色にしよう髪の毛でもインナーカラーでも、ね、もうおお終わりにしようと思ってねそこ,こ,こら辺とかインナーから染めてないからもうインナーカラーは終わろうかなぁとは思ってるんですがでも私思うんですけどピンク系似合いません私髪なんか夏今年の夏もね若干ちょっとピンク系だったんですよ髪が。 それもすごくね、割とあのー、レいと2人でィックトックを上げた時ですあたりですね。8月ぐらい写真あ,るかなあ、この時とかすごいピンク身が強いブラウンって感じだったんですけど。これ、この時。写真じゃわかんないかもだけど。この時すごいね。 好評だっした髪色から私ピン今もピンク系が入ってるんですけどピンク系似合うのかなわかんないけどあハートたくさんありがとうございますハートいっぱいありがとうございますありがとうございます髪が結構明るいのに見えるけど光の関係多分光のいやでも明るいです私今結構 今結構髪明るめですでもみんなが配信で見てるこの画面越しほど明るくはないかな多分うん「推しの力偉大だいつも本当にありがとう」って「アイなの力偉大だよ」って「アイなしがカタン」ってねみんな優しい本当に優しいマジで嬉しいです しゃべりかがわれ楽しい楽気分になるねーって分かる余韻がない残っちゃうよねアイネとの話のタを考えるのが日々の楽しみです私本当に幸せみんなのコメント見て私毎回最近へこむこと多くて泣いてばっかりだったけどアイナちゃん見たら元気出たあそれは本当によかった辛いですよね泣く泣くほどって元気出して いや、嬉しいな。ピンク系めっちゃ似合ういすぎる。あ、嬉しい絶対明るめの髪色が似合う。そう思います。私も。<laughs> おしゃべりありがとう。あこちらこそありがとうございました。また来てね。ピンクかね。そう、ピンク系がね、合う気がするんですよね。髪色すごく素敵。ありがとうございます。嬉しい。レーナも今の私の髪型すっごい気に入ってくれてて、いつも褒めてくれる。 あ髪色可愛いっていいなーって <laughs> なんか私肌が結構白い方じゃないですかだからなんか色素が薄めらしくてそうだから髪色とかも入りやすいんですってそ,うそれをすごいねレーナに言われる私ブリーチしてるのはこのインナーカラーのとこだけなんですけど外側はブリーチしてないんですけどちゃんとピンクっぽい髪色に 染まるんですよブリッジしててなくてもそうそれでれいなに「ああいうのブリッジしてないよね」って言って「めっちゃ髪色綺麗に入るやん」って。ってしたら美容師さんが「色素薄い,薄いから入りやすいのかもね」って言われました人によるよね髪色って自由自在にね好きな色にポンってできたらいいのにね 三つ編みしてるときとかピンクバイトすごくかっかった。えー、あれめっちゃ可愛かったですよね。インナーからピンクで三つ編みしたとき。えー、もうちょっと来月もピンクにしたいな <laughs> ピンク気に入りすぎ。アニアをおしめにしてほんとよかった。アニア出会えた奇跡に感謝。みんな優しい、ほんとに。ボルドー系の色味とか絶対似合う。あ、ボルドー系やりたーいもう少し明るくても絶対似合うって。 明るくしたいもうちょっと明るくするのもやってみたい綾なさん元気に活動してるとこちらも元気になりますねってもうそれが一番いいしもう私は常に元気をみんなにお届けできる人でいたいです<笑><笑>いつかカドちゃんぐらい明るい髪にしたりするのかあカドちゃんはね今多分前頭ブリーチをしてると思うんですけどそう前頭ブリーチ 前頭ブリッジは、ね、私すする予定ないんですよね私髪質が本当によろしくないのでみんなサラサラって褒めてくれるけど私本当に髪質があんまりよくないからブリッジしちゃうとバッサバサになるんですよ <laughs> だから前頭はねできないんだよねあくまありがとうございますくまありがとう嬉しいくまありがとうございます あ、レイちゃんいつも言ってるほんとに髪色抜けないように気をつけてることある抜けちゃうのでどうしてもだからピンクにしたらピンクシャンプーをするとかでもほんとにいつもはピンクじゃない時は全然ケアとかしてなかったので特にそれに特化したケアとかはだからもう自然に流れゆくまま落ちちゃったら落ちちゃったでって感じでした <laughs> 落ちなければいいのにねほんとにすぐ髪色って落ちちゃうから色素薄い,いからあなちゃんお目も綺麗な茶色よね今から帰ってるあそうだね茶色そうですね私茶色ですねか多分目そう今はちょっと作った目なんですけどでもさ日本人って意外とみんな茶色じゃないですか目わ <laughs> かんない黒の人いるのかな でも綺麗な茶色、嬉しい綺麗な茶色だって、嬉しい嬉しいですでも私やっぱりか外国の方の青とか憧れます字でさ、字の自分の目がさ青色なめっちゃ良くないですかカラコンとかで青色とか入れれるけどさ 具体に十パーないですけどバイ <laughs> の幸せを配るアイドラすごいってみんなも本当にすごいんだよ本当に脇服に合いそうな縛る継続もありねピンク継続ありでもここかなちょっとな染めてないんだよなどうしようインナーカラーやっぱ可愛いな <laughs> どんな髪色でも絶対似合う優しいよブリッツるとドライヤーめちゃくちゃ時間かかるええー、そうなの絶対嫌だ <laughs> 絶対嫌だ今でさえ10分以上かかるのに髪の毛乾かすのピンク好きあるし毛先だけ遊んでみるのもあ毛先だけの髪色変えるのも可愛いよねお試しで3日間髪色変更できたらいいね,ね本当に。 着せ替えのゲームみたいな感じで髪色とか髪型とかさポンって指指タッチ一つでね変えれたら楽なのに <laughs> ピンクでもね好きですね髪色私真っ黒えー真っ黒なのそうなので真っ黒も絶対可愛いじゃん ノーなんだろう真っ黒の人の方が多いのかな日本人。え、何この、え、この髪なにどこの髪かな後ろの髪でした。びっくりした。変な、変な、髪、変なとこから髪生えてきたんかと思った。<laughs> 私青いカラコンしたことありますよそれこそ私がカラコンを始めたのって去年の夏にそれまで人生で一回もカラコンしたことなくてで去年の夏になんかメンバーみんなでイベントだった時になんかみんながカラコンしてて「入れてみたい」ってったえ入れなよ」みたいな「目でかいから絶対似合うよ」みたいな感じで一期生が背中を押してくれて一期生の楽屋が一期生だったんですけど。 みんなが手伝ってくれてコツたくさん教えてくれて手伝ってくれて初めてカラコン入れたのが去年の夏で,でそのね数日後にレーナと生写真を撮りに行ってその時にね青いカラコン入れてたんですよねあの木から顔をぴょこって出してる写真のやつなんですけどあこれ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 覚えてますか皆さんこれツイッターに載せてすごいみんなが褒めてくれた写真なんですけどこれ。 この木から顔ピコって出してる私の写真なんですけど、これ。これね、青いカラコン入れてるんですよ、実は。ちょわ分かりにくいけど。そう、この日は青いカラコン入れてました。自撮りとかがすごい送かりやすいかな。この日ね、自撮りもすごいね、撮ったんだけど。わからんね、ショールームの画面越しじゃ。でもこの日青いカラコン入れてました。そう、これは、あのー、 ザ、めっちゃ青ってわけじゃなくて青みたいな <laughs> いろんなやつなんですけどこれ指原さんのカラコンです指原さんのプロデュースしてるデートトパーズでしたっけ指原さんのカラコンの青です青色のやつ他の日もね青色つけてた気がするああこれだこれだこっちの方がくりやすいか ででででででこれもねツイッターに載せた気がするなんかアイス持ってる写真これも青いカラコンですね分かんないね <laughs> そう アイちゃんインナーカラーやめないでほしいえーインナーカラーやめないでほしい本当。とインナーカラーを指すとかにするとこの髪色えやっぱ似合うんじゃない私明るい髪色こうどう似合うこれが全部の髪になったらもうほぼ金だもんな アイニアは服も髪も何でも似合うって優しいね <laughs> めちゃくちゃ覚えてる2020年トップ5に入る可哀想なやつ <laughs> そうなのこの木のやつ <laughs> アイニャ目大きいからからっこいしてても自然な感じあ嬉しいありがとう私本当になんか目でかいっていう自分で全く思ってなかったんだけどそのメンファンファンの方もそうだし メンバーとかも「本当に目でかいね」とか「あのカラコ入れててもマジでなんか自然だね」ってその目が大きいからカラコ入れてもなんか浮かないねっていうふうにメンバーがたくさん褒めてくれるから少しずつ自信になっています <laughs> 嬉しいさっしーカラコン最初に出た時全職買いしたのに目が小さすぎて入らなかったのがなっけサイズ 1> 1個で指原さんのカラコンサイズ1個しか出てないでしたっけカラコンって自分に合うの難しいよね探すの全職買いしたのに入らなかったのは泣けるわカラコン高いものねカラコン高いから可愛い,いって似合うって人形みさんがます確かに青いカラコンは確かにお人形さんっぽくなるかも気がしますね これは自分で買ったんじゃなくてなんかお姉ちゃんが買って使わな,くなっ使わないからあげるよって言ってもらって使ったの青色のカラコンそうでも青青,青青すぎないからすごい使いやすくてそうそう初心者でも使える色でしたあいにゃ今日話しかありがとうやっと話して嬉しかったあありがとう嬉しかったやっと始めましてできましたね 嬉しかったですありがとうございます来てくれてとうとういギリスありがとうございます嬉しいとうとういとうとういありがとうはい目を切ってでも人形さんみたいお人形さんみたいではないですよ私本当にもう人間どう見ても <laughs> どっからどう見ても人間って感じの人間ですよ。<laughs> 嬉しいけどね。お肌は白いしお目目は大きいしでうらやましいの塊って。何を言っとるの可愛いでしょあなた何を言っとるの。友達にドナシマンデーだから入れにくいんだよってフォローされる。ドナシ。 あー確かにどうないとどうなんだろうねなんか今私が言っちゃ多分そうそうそうなんでもないですあの <laughs> 自分に合うのでも私もわからないなんか試着とかできないじゃないですかカラコンってだからもう買うしかないじゃないですかだから買って家で帰ってつけた時にあれちょっとこのカラコン違和感あるなって時ちょっとショックですね高いからでも私はもう違和感あってもあの信じ,信じるカラコンを信じる <laughs> あの「いける私ならいける」ってもう高いからさ <laughs> 高いからあの無駄にしたくないからいやはい大丈夫って自分に言い聞かせてつけてる <laughs> 今日はじめ,めましての方多かったそうなんですよ今日はじめましての方が多くてね嬉しかった。 アには顔面こっこすぎて直視できなかったって何を言ってるんですか何を言ってるんですか本当に可愛かったですよ <laughs> 逆に逆に嬉しいやっぱりお芝居大だチューでああま なんとかみたいな喋り方やめて、なんとかがめっちゃ気になるわ星になってるやないかい。小龍も本当に NG ワード多いですよね。顔面お強すぎるって。私もう絶対アイドルやっててよかった。<laughs> こんなにみんなが褒めてくれて。 でも私みんながすごい今の私を可愛いって言ってくれるのは本当に嬉しいんだけどさ私自分の中で全盛期があって <laughs> 自分の中の全盛期小学校の時なんですけど <laughs> 小学校の時の自分は本当に可愛かったですね <laughs>。写真とか見てて昔の。 って自分で思うぐらい、小学校の時私可愛かったんです。みんなはね、今の私を知ってくれてるから、みんな今の私可愛いって言ってくれるけど。多分小学校の私が今隣に出てきたら、絶対みんなお支援しますよ。カラコンって新しいの挑戦できる、マイコンネジなるんじゃ。わかる。でも、私最近、そう、ちょっとね、いろんなの挑戦したいと思って、そのめっちゃカラコンを調べて。 最近いろんなのに挑戦しつつあっていろんなの挑戦したら意外と「あっこれかわいい」とか「あっこっちで意外と似合う」とか発見できたりして「今日とか「今日のカラコン」とか最近見つけたやつなんだけどお気に入りほんとにね 本当に小学校の時のの私可愛かったんですよ <laughs> あの小学校の時に私が小学校の時って「恋するホッチュンクッキー」が流行ってたんですね小6私小6の時か。でクラスの出し物みたいなやつで「恋するホッチュンクッキー」をクラスみんなで男女合わせてみんなで踊るっていう映像をこの前見つけて <laughs> 見たんですけど私ドセンターで <laughs>。 ほらみんな恥ずかしがらず踊んないよみたいな感じでドセンターで、まあ、めちゃめちゃ張り切ったわけじゃなくて私もちょっと照れながらなんか「トゥトゥトゥ」って恋するフォーチンクッキーを私6年3組だ1組だっけ自分何組だったか忘れちゃったな3組かな6年3組だったんですけど6年3組のみんなを引き連れて踊った映像がの私が可愛くて <laughs> みんなに見てほしいんですけどめちゃめちゃ友達の顔写ってて。 みんなで踊ってるからそう見せられないんですけど見てほしいみんなにアイナちゃんからお幸せないっていつでも全然生きて嬉しいかわいすぎてドキドキしてる女だけどねえみんな褒めすぎだってみんな絶対に嬉しいけどねめちゃめちゃドキドキしてるって嬉しいアイナちゃんさ縁ありにある私縁なしの方がなんか縁がさ カラコンの話になっちゃうんですけど分かんない方申し訳ないんですけど目が目カラコンってこのこれがねカラコンだとして周りに色がついてるやつとそれが縁ねで色がついてなくてもうなんか何だろうな、うん、縁があるのとないのがあるんですよ言っちゃえばなんだろうわかりやすく言えば色が濃いのと薄いのっていうのかなでなんか縁がありのやつカラコンをつけるとすっごいカラコン って感じがしちゃうからあんまり私は似合わないなって思ってたんですよ。そうで今まで避けてきたんですが。最近フチありって可愛いなってそのカラコンつけてる写真とかをたくさん調べてみてちょっとフチありもつけてみようと思ってフチありを買ってみたんですよ最近したらあれこっちの方が似合うかもってなって私フチありの方がね似合うかもしれないって最近気づいたんですよね。嬉しいフチありの方が似合う嬉しいそれめっちゃ 今日とかはふちありなんですけど嬉しい気づけてよかったふちを避けてきたんですけど公園に行ってかわいすぎて不意に涙じわる時あるね本ほんとに <laughs> ずっと疑ってるみんなのこと今十分かわいですよ優しい今もかわいいよって優しいみんなでも本当に <laughs> 小学校の時の私可愛かったんだから <laughs> 自分でさ小学校の時の自分可愛いとか言う人あんまりいないでしょそれがね私自分で言っちゃうのが私ですなんかね真さんに憧れてたからまゆさん大好き真優さん大好き大好きの時だったから マユさんに寄せてたの自分をだから昔の写真見ると「マ、ま、ユさんに寄せてるやろお前」みたいな写真ばっかで恥ずかしい本当に <laughs> あ可かわいいギフトありがとうございます嬉しいありがとう今 <laughs> いやマユネー最強にかわいいよって優しいねミキポンプレゼンスのカラコン気になってる分かります私もめっちゃ気になってる フチアリはカラコン感が強くなるけどかわいいそうなんですよ縁ありとねカラコンが感が強くなっちゃうのよだから避けてたんだけどそうここ最近縁ありじゃめちゃくちゃ漏れてる、ね、えよく気づきましたねマジでここ最近なんですよマジでここ最近初めて縁ありをつけるようになってそう嬉しいちょっと小学校の時の可愛い写真を探してるから <laughs> 探してるからさうん真優さんに憧れてるわーこの子ーって感じの写真ばっかこれとかえこれがね私 かわいいと思うんだけど <laughs> これバレーボールの時の写真なんだっけどえこれかわいくないですかこれ <laughs> これかわいくないこれね小6小六かな多分小,、うん、小5小6かなこれねお気に入り漏れててツインテールも自分からしてるから眉毛さん好きだったから <laughs> あ可かわいい人ありがとう 可愛い,いってありがとうございますあいちゃん可愛い,いのだったら泣きますって泣かないよ泣かないよ泣かないで本当に普通だよ私は <laughs> 嬉しいけどねめちゃめちゃあいなちゃんマスターなでも気づいちゃう かわいいんだからー。かわいいんだから。<laughs> あ、かわいい人ありがとうございます。かわいい人ありがとう。かわいいでしょかわいいでしょ美人さん。最強ツインテール。僕の好きな最強ツインテールです、本当に。似合いすぎて休止する。子供の頃かっこいい。 かわい,いこれ教えんですわほらもう教えする人いるじゃん <laughs> ほら教えするでしょこれはもうね真優、ま、さんだね真優、ま、さんが真優、ま、さんが好きって顔してるわ中えだって 私のあのあ私って今変顔とかやってって言われたら普通にやっちゃうじゃないですか小中学校1年生の時の私の変顔ふざけてませんこれこれこれ,これ,こ,れこれですよ中1の時の私の変顔ふざけてますよね女子に嫌われるタイプの女子ですねこれ。<laughs> 変顔してないじゃんって言われるタイプこんな可愛い小学生見たことない <laughs> それは言い過ぎそれは言い過ぎ可愛い可愛 <laughs> い,いでしょそうなんちゃって変顔マジなんかムカつくわ中1の時の自分 中1 <laughs> 11の時の自分ムカつくわあお風呂上がりのお風呂上がりのセクシーショットもありますよ見ますか <laughs> セクシーショットこれお風呂上がりの <laughs> セクシーとかじゃないただのお風呂上がりの子供 <laughs> あめちゃ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  写ってましたただのお風呂上がりの子供ですよねこれ <laughs> いリオで変顔でこういうかわいいのする子ねえそっちだったんですよ私変顔しようって言ってってやっちゃうような子だったんですけどいつからかね普通にやるようになってしまったんですよね怖い話だ <laughs> おもろくない何この写真誰が撮ったのこんなお風呂上がりの もろっめっちゃ顔焼けてるしなこの写真真っ赤よ顔 <laughs> みんな草生えちゃってるやんあのね中1も割と可愛い,いですよこれ多分バイト AKB 入る直前とかかなバイト AKB のオーディション受ける直前ぐらいのアイデアですこれは前髪の癖が強い <laughs> この時から懐かしいわちなみに私のモテ期 <laughs> モテ期は中1ですねこれ言ったことありましたっけ私のモテ期人生のいや今が一番モテてますけどねもちろんみんなが好きって言ってくれるから私の人生の一番のモテ期は 今ですけど NGT 入る前 NGT じゃない NGT の活動を抜かして一番の敵は中1でした <laughs> で中学生の時自分偽ってたから猫かぶってたからめちゃめちゃ学校でやっぱ女の子はね喋んない子の方がねモテるんですね今考えたら中1の時マジ喋んなかったもん私 最初の方途中からめっちゃ喋ってたけど猫かぶってたからさ <laughs> <laughs> 待って <laughs> この前話したエピソードおもろ自分の修学旅行お風呂上がり行けてると思って上がった後ふフライフライしてたとか言ってんだよね <laughs> 言ったこの前も私話してたわ小学校の時自分のこと可愛いと思ってたから修学旅行とかでお風呂上がりの自分可愛いいと思ってたからそう すぐ部屋にに戻らずにうろちょろしてた風呂は自信ありすぎやろあ聞いたことあるそう中1の時ね持っててたんですよ、ね、中1中学生って私の,あの小学校の時中学生ってその自分の小学校がもうまんま中学校になるってこと他の中学校とが あ他の小学校の近くの小学校の子と合体して中学になるところあるじゃないですかで私の言ってたところは3つの3つかな3つの小学校が合体した3つの小学校が合体して中学校に上がるみたいな感じだったので中学校に上がったら周りが知ってる子だらけではなくクラスの半分ぐらい半分以上は知らない子だったんですよ。そうで別に意識してたわけではないんですけど なんかすごい猫かぶっててすごい静かにこんなこんな感じで可愛い,い感じでいたんですよそうだから知らないから私の本性小学校一緒だったこととか私の本性を知ってるから全然告白とかまあ告白とかもされてたかどうかはわかんないですけどもう全然記憶がないんですけどそう。 中学校の時ってなんか告白ってより噂じゃないですかなんかまるなれないのこと好きらしいよみたいな <laughs> そういうのはあったなぁ覚えてないんですけどねマジで本当に私記憶がなくて <laughs> マネちゃんの人生ずっと思ってきたと思うそんなことないです本当に ね、噂だよね中学生の時ってって修学旅行の時にうろちょろしてた自分おもろ <laughs> おもろおもろくないさすがに可愛い,いと思ってたんだよな自分のことあの時 <laughs> 中一でこんな可愛かったらそれ持って持ってだわって <laughs>。近くの時に近くにこんな可愛い子がいればね。私、私の中学可愛い子めっちゃいっぱいいたんですよほんとにだから私なんてもう、全然全然、可愛い扱いなんて全然でしたよ。可愛い扱いないるじゃないですか、クラスのマドンナみたいな,な全然そんなんじゃなかったです。全然。 学年の美女と言ったらあの子だよね学年で可愛いと言ったらあの子だよねっていう時に全然名前とか上がってなかったと思います私はそこまでではなかったもう可愛い子が多すぎて周りに勝てませんでした <laughs> 周りの可愛い子たちに何を持って勝つなのか負けなのかもわかんないですけど懐かしいなでも本当に私記憶がなくてえもうえいつ頃から見 ななくなるんだろう中学校の時とかなんかでもさ物心つい,ついた時はすごいはっきり覚えてるんですよ小学校5年生ぐらいの時にちゃんとなんか意識を持って生きていけるようになってえなんか意識があるみたいな私今まで何してたんだろうみたいなすごいなんか意識が変わった瞬間があったの多分それが小学校5年生だった気がしますだから私小学校4年生までは何にも考えずに生きてました で <laughs> 小学校5年生ぐらいから私的には物心がついたのかなって思ったんですけどなんか意識がちゃんともうこれが嫌だこれが好きとかなんだろうちゃんと考えて生きていけるようになったのが多分小5でなんですけどだから小5からの記憶は私忘れないなってその時思ったんですけど小学,小学生ながらに私この今から生きていく中で記憶忘れることないだろうなって。 思いながら生きてたんですけどその時から全然覚えてない <laughs> その意識できるようになった時の瞬間はいまだに覚えてるんですけどそれ以降何があったか全然思い出せないんですよねもう忘れちゃうよね記憶飛ぶよねえいつかさ NGT 私がおばあちゃんになったらさ <laughs> NGT にいた時の思い出とかも NGT にいたってことはもちろん覚えてると思うけど2020年何があったっけなとか思い出せなくなってたら悲しいな今だったら2015年に何があって2016年に何があって2017年に何があって2018年に何があって2019年に何があってとか1年1年ちゃんと思い出がはっきり思い出せるけど。 それが思い出せなくなる日が来るのが悲しいな私が男だったらアニアに一目ぼれしてる嬉しい嬉しい <laughs> 学校に通りたかっためっちゃでもね人数多かったですよ私の中学校5クラスありました5クラス TikTok の夫が頭から離れない中学の時ってことは NGT に入った初めの頃ってことでそうですね推し,してる人たちでかかったよ <laughs> 優しいねちょっとね皆さん気づいてますか私配信始めてもう1時間経つんです ほやない今日ずっと喋ってるし1時間ちょっと飲み物飲んでき飲み物を入れてきますみんなも今のうち飲み物を一緒に入れに行きましょうせーのよーいどん めっちゃコメント動いてるはい早くないですか1時間経つの <laughs> えっってねえだよね <laughs> そう中学5クラスありました新潟の中学は2クラスだったな ちゃん毎日日記つけてるからまた来た確かに私毎日日記つけてるんだったじゃあ平気だわ忘れないわ今日今日の一言日記はじゃあみんなのこと書きますね今日はおしゃべり会でしたおしゃべり会後にショールームをしたらコメントでみんながたくさん <laughs> 可愛いって褒めてくれてすごく嬉しかったです 幸せって書きます今日の日記は私本当に毎日こんな感じ日記書くとき今日は何々でした何々で何々があって楽しかったですイエーイみたいな感じで書いてます <laughs> 大人になってからの記憶は忘れないもんじゃないあ本当子供だったから忘れてるだけで忘れないかなでも私もう高校の時の記憶とかないですけど <laughs> 高校はまだ子供あかわいいギフトありがとうございますかわいいギフトありがとうお十10個も投げてくれてるじゃないですかかわいい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 ってことですよねありがとうございますただいまビール3杯目入りますだって大丈夫ビールって強いんじゃないんですか全然知識ないですけど知ったかぶり 強そうじゃんビールって三杯も飲んでいい気なんですか？あいにゃの和ジックがすごい好き嬉しいねみんなのコメントのおかげですよ <laughs> 眠気覚ましのコーヒー飲んでます私もね若干眠気きてるんですよねでもこれは花粉の薬のせい本当に絶対百二十パーセント 私も日記書こうか日記おすすめです本当になんかその日のもしね嫌なこととかなんか引っかかるようなことあっても日記に書いたらなんかちょっと心が落ち着くというか誰かに話してる気持ちで日記を書いてるのでまあ絶対誰にも見せないんですけど私はもう死ぬまで誰にも見せません日記は絶対にそれぐらいありのままを書いてます 楽ししいい日記で埋め尽くされると嬉しいそうですねだから書くことがたくさんある週とかはもう枠からはみ出ちゃって隣のページに行ったりするんですけど全然書くことない週とかはなんか寂しいですねあで今,今回全然枠からはみ出てないなってほとんど毎週枠からはみ出てるんですけどそう私はね左側のページに日記を書いててで右側のページは枠からはみ出ることを想定して右側のページ が空いいてる日記を買いましたからこっちが先週こっちが今週とかじゃなくて先週でページめくって今週みたいな1週間1週間2ページ使えるようにしてるこんばんは西荻ジュニトル会もしかしたおおうれしいあたれ結構いい感じで酔っぱらなってるって酔っ,っぱらーったらみんなどうなるんですか <laughs> 酔っ払ったらさどうなるとか言うけどさ自分で分かんなくないですか人に言われて気づくんですか左目でウィンクできるかなギリできます。右の方が得意です。ペ <laughs> ットボトルの抹茶ラテ飲んでます。ああおいしいやつだいいなぁ。私も飲みたい。 ビールルはアルコールそこまで強くないえそうなのあんな強そうなのに今何冊目今ね4冊目かな多分多分4冊目です私の歴代の日記をじゃあみんなに見せたいけどやめました <laughs> やめました棚にしまってあるんでしたちょっと出すの大変だったのでやめましたけど4冊目かな今。 一気にファンが登場することもあるのえ、全然ありますよ私はもう、私に関わってくれてる方は、私の人生にとって、何て言うんですか関わってくれてる方はみんな同じ目線で私は見てるので、全然ファンの方だから名前書かないとかしてないですね。見せるものでもないし。<laughs> みんなに見せるものだったらねみんなの名前とか書けないけどもばも書いて日記もつけるなんてすごいよなってみんなもバメ見てくれてるみんなありがとうもバメだってさ見てくれてるの当たり前じゃないし本当ににお前のメール見てくださってる皆さん本当にありがとうございます あときそう昨日めっちゃ久しぶりに LINE 公式 LINE のタイムライン更新した本当にめっちゃ久しぶりでごめんなさい本当にごめんなさい久しぶりでごめんなさい弱いから酔いまで飲めないっていやええー、弱い私弱いのかなどうなんだろう めんどくさい人って言われるってめっちゃ酔った時は夜中にベッドの上で大声で熱唱して,してたことある怖っ <laughs> <laughs> アイニアは小学校の頃交換日記とかしてたしてた交換日記小学校の時懐かしい超懐かしいんですけどしてましたね小学校の時交換日記友達としてた誰としてたかも覚えてる私 あと私が小学校の時あれ流行ったんですよねあのプロフィール帳プロフィール帳が流行ってそうプロフィール帳みんなに書いてもらってたな髪切れありがとう嬉しい4年前から始めたのかそうですね私日記はね2018年の2月ぐらいから始めました で 2018, 2019 2019そうね、2018年の2月から始めて2019202021で今4冊目ですあいちゃんメール楽しいええー、嬉しいありがとうございますメール見てくれてる方嬉しい公式 LINE のコメントめちゃめちゃ見てますありがとうございます なんかずっと更新してなかったんですけど前の投稿にずっとコメントくれてる方とかもいてありがとうございますメルナイシにできてなくてごめんなさいもバなルナイシサボリーニサボっててごめんなさい <laughs> 許しましょう <laughs> 見てくれてるならねなんか思うんです最近なんかメルナイシしてしてって言っちゃうけど、まあ、もちろんしてくれたら嬉しいんだけど でも見てくれてるだけですごく幸せだなって思うからみんな大変だと思うから全然「おまえるメール」返信はね好きなタイミングでねいいのででも見てるか見てないか分かんないじゃないですか返信がないとだから欲しいっていうのもあるんですけど返信でも見てくれてたら嬉しいです私はもうそれだけで本当にで最近めちゃめちゃ思います しててなくてもしっかりと読んでますもうそれが嬉しいからみんな読んでくれたら本当に嬉しいから「VHL 帳」って実家に残って「VHL 実家に残ってますね全部「VHL 帳流行ってたよね」だよね「タイムラインコメントしてきて嬉しい!」後で見るねありがとうメンバーとお互いの歯の話とかするのしますしますメンバーと「今日誰々さん来たよ」ってとか 話しますねなんか他の子他のメンバーのことを推してたり好きっていうことに対してすごいなんか推しに対して「怖い」とか「愛には怖い」とか「おしゃべり会行くの怖い」とか「この話題触れられそうで怖い」とかいまだに言われるんですけど。 怖いって言われるのが一番結構悲しいのでそう私怖くしてるつもりないんですけど <laughs> 多分みんなが思いあなんか考えすぎなのかなって思っててそう全然私多分怖いっていう先入観で私のその話とか聞いたり見ちゃうから怖いって思うだけだな気がするんですよね。そう 私だから誰々のとこ行ってたでしょうとかなんか誰々も好きなんでしょうとか、まあ、言うこともあると思うんですけどそれがイコール怒ってるってことにはならないのでそう私怒ってたら多分喋んないので <laughs> おしゃべり会とかでそう嫌なもし嫌なことを言われたりとかまあ嫌なことをされてなんかもし仮に怒ること本当にないんですけどもし私が。 ファンの方に怒ったとしても、したら、本当に。本当にこん、本当にこんなんだと思うんですよ。そう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 。だから、怒ってないので、みんな。なんか、怒られそうで怖いとか、そういうふうに。してしまうと、なんか時間がもったい、その時間がもったいないのかなって、私は。思ってしまうので。そう。 そこに時間を使うのではなく私とのなんかお話を楽しんでほしいなってめちゃめちゃ思います今も怒ってるわけじゃないですからね <laughs> 多分怒ってるアイニャに嫌われてるとかそういう先入観で見てしまうからそう見えてしまうのかもしれないんですけどマジで怒ってないですしそう私みんなが思ってるよりみんなのことちゃんと好きなので本当にそこは安心してほしいです っていうのはねずっと言いたかった多分私今までも何回も <laughs> 言ってると思うんだけどそう「まばめなしんのがたくさんあそれ嬉しいねえ」「まばめは前にちゃんと読んでるあ嬉しいよ読んでくれた初期の頃はちゃんと配信し,してたんだけどな」って今 SNS もすごい増えてるしね見るだけで、ね、手いっぱいよね「めるなし見てくれてるって分かってる人めるなしんもうめっちゃちゃんと読んでますめっちゃ全部ちゃんと見てます 私はじめは緊張したけど今は楽しくって楽しくって喋ゃべり好きになったアイニャのおかげ嬉しいよかった嬉しいそうアイニャはいろいろ言ってても許してくれるから本当にしいそう私はねあのなんだろう他の人のところに行ってたりとか他の子,の子が好きだからってその子のそのファンの方を 嫌いいにににななるとかは本当に絶対にないのでそれもそうもし私がなんかちょっと怒るような態度をとってしまってたとしたら分か, <laughs> かんないけどめったにないですけどね本当に最近とか本当に全然怒ってない,怒ってないですけど皆さんに対してっていうかファンの方に対してそのあまり嫌なことを言われることとかも全然なくなったのでそうそう。 なんですけどそ,うそこでそこに時間を使ってしまったらもったいないなっていうふうにめちゃくちゃ思いますし悲しいですやっぱりそう怒ってないのに怒ってるって言われたりとかした時が一番悲しいので「え私は怒ってないしたくさんお話ししたいと思ってるのに」とかいうふうに思ってしまうから。 アニは話しやすかったし優しかった嬉しいありがとうアニ <laughs> はこっち見たことない、うん、私本当に怒んないんですよ初期の頃とかね結構あったかもしれないけど今は全然アニ <laughs> は先生の方もいないよって 置いてくれてるみんなが優しいんだよ本当にタイムラインリプしたら下の名前も覚えてもらせたからしますお待ってます変身覚えるよ怖いなんて思ったことないけどね疲れてる自信はないです私疲れてる自信ないだと好きだよ <laughs> 大好きだよなんで自信持って あいなちゃんはなんはだ星星にめっちゃなるな今日 <laughs> ゲラゲラ笑ってくるくらいに優しさの塊だぞって気になる星が <laughs> そうだ優しさの塊優しい愛ちゃん好きです天使いや天使ではないよ嬉しいよ優しいね緊張して話が思いつかないからこちらが静かにしてしまうことがありますああもうそれは全然怒 私はそれであ私と話したくないのかなっていうふうに思わないしそうそう全然やっぱ私も絶対おしゃべり会とか参加したら絶対緊張するし言葉詰まっちゃうのもわかるから全然そこは気にせずにただ楽しもうって気持ちで臨んでくれたら嬉しいです。 おしゃべりアなちゃんに愛を伝えたいしお互いに幸せな時間になりたいってほんとにそうでこれ今私が言ったやつも特定の人今特定の人を私が誰か思い浮かべて言ってるわけではなくほんとにそういう方が多分一人や何て言うんですか結構いらっしゃると思うんですよそうそうそう私今特定の誰か思い浮かべて喋ってないですからねあこれ僕じゃんこれ私じゃんって思わないでくださいほんとに <laughs> でももしそのちょっとでも思い当たるしがある方は ぜひそのね楽しむっていうの私との時間を楽しむっていうのをね一番に考えて参加してくれたらもうそれだけで大丈夫なのでそうこれに関して謝るとか、あのー、はなしでお願いします他の原因で怒られたことあったなって私怒りました <laughs> 怒りました なん何で起こったんですか気になるわ <laughs> ありえず心持ちます本当にきっとみんなシーカーエニアのこといっぱい考えちゃうのかなってうんでもそれもねやっぱり私のことを本当に大,大切に思ってくださってる分好きって思ってくださってる分考えすぎちゃう方もいらっしゃるかもしれないんですけど おしゃべり会次はどこからやるか考えてます楽しみー当てるねーどこかどこにいるか <laughs> 前回のおしゃべり会めっちゃおもろかったなここらアイニャーより笑ってアイニャーをたくさん見たい <laughs> たくさん笑うよ配信もあんまりいけてなかったのに今日初めての話しで私のこと知っててくれてびっくりしたし嬉しかったアイニャーのここはすごいんです <laughs> 全然忘れてなかったですよ全然覚えてましたこちらこそありがとうだよ本当に今日一人で星連発して安心してます <laughs> 星になっちゃうね今日ねなんでだろうね服の全体のコーデ見てみたい服のコーデが見たい方はインスタグラムへレッツラーゴー <laughs> おまみ合いしてでも大好き書いてるけどやっぱ直接伝えたいからいつも伝えちゃうって嬉しいよ愛をたくさん伝えてくれるのは本当に嬉しい自分も去年怒られたことあったけどそれは自分が悪かったからなってえなだから怒りました私がね私めっちゃ怒ってるやん <laughs> ガチで覚えてないです私が怒ったやつさっきから全然 <laughs> 何で怒ったんだろう軽くだけどね軽くなんだろう みんんなな楽しもうよ、おしはさわかんない、私はねいい派なんですよいい派っていうか、まあ、もちろんね私のことが好きって言って,言ってくださってて他の子のとこ行ったら何だろうなちょっと寂しい気持ちはもちろんあるけどでも悪いことでは私はめっちゃなんか今巻き時代でした悪い <laughs> 悪いことでは本当にないと思うのでそれだけ魅力がある子が NGT にいっぱいいるってことですから。 そうだからみんななんだろうな好きになっちゃったら好きになっちゃったんだからいいと思う <laughs> そこでなんかなんだろううんいいと思います私はね嫌な子もいる,いるかもしれないけど中には私だけ見ててっていう子もいると思うけど私は いいと思うよ、うん、逆にわざわざなんか「この子もしてるんだ」とか「この子も行ってきたんだよね」とかそういうのを言われると悲しいのでそう,もうできちゃったできちゃって堂々とするのが私は一番いいと思いますけどね。 10月券取らなかったのを後悔してもっと話したい再販って欲しいなあ。って。うーん再販あると思うけどなー多分。まだあると思う。多分、17日の分がまだあるんじゃないかな。話せるといいな爪も可愛いありがとう可愛いいでしょ、爪。<laughs> そろそろ終わりにするかもうみんな11時になるって知ってた人。 はいますかね早くない絶対に何時から始めたっけ9時9時1九時十5か9時15ぐらいから始めたんだ早っ <laughs> 坂部明日は一日踊踊ります踊る、うん、明日は1日はね動く日ですねで明日がねちょっとショールームをやり夜やりたいなと思ったんですけどお仕事の終わり時間がなんと分かんないんですよ <laughs> いつも何時に解散とか書いてあるんですけど明日書いてないので終了次第 解散ってて書いいあるるのでで明日何時にお仕事が終わるか分かんないんなすよだから明日のショールームの予定が全く立てれなくてだからやるときは多分急に始まっちゃうかもしれないけどもしかしたら明日やらないかもしれないけどちょっと分かんないんですけど明日の動き次第って感じなのでもしやったら皆さん 明日見に来てくれると嬉しいですあいなちゃん可愛い,いし綺麗し好きすぎるだって嬉しいありがとう頑張るありがとうみんな応援してくれてありがとういや早いな 八重マヤ。え今日日曜日じゃん。みんな明日から休じゃん。頑張ってへ頑張ってへ。そういえばティフって出るとか教えてもらうこと可能ですか？ティフは出ません。<laughs> 言っちゃった。出ないんですよね。ティフごめんなさい。<laughs> 言っていいのかわかんないけど出ないんです。 私もだって私も何も聞いてないんですよそうティフなんかいつもイベントとか NGT ある時あのー「このイベントはこのメンバーで出ます」とか連絡来るんですけどティフに関しては何も連絡来てないでもしかしたら出るかもしれないけど26日の時点で何も連絡が来てないので出ませんねはい <laughs> 出ないですそう出たかったなティフカの P 悲しいです アニア、かわいすぎた。ありがとう頑張るありがとうみんなも頑張って明日、これ実頑張れ頑張れ頑張れみんな頑張れ頑張れみんなおーへいアニアも仕事頑張ってねありがとう頑張るねみんな出るメンバー出るって言ってるし大丈夫なのかうん。 多分大丈夫怒られないこれで怒られてもだってだって手札の出るメンバー私ち名レール来てないですよって言えるから <laughs> なんともないですそう <laughs> なんともないですそうなんだよごめんねみんな手札を楽しみにしてくれてた皆さんごめんねてないんですよごめんなさいね 私には3日のかかとのメンバーみんなでいけるっていうのがすっごく嬉しいな楽しみなかなか12人で集まってお仕事する1回ってめちゃめちゃあるわけではないのでそうでも前回のその5月ぐらいにアルビさんのイベントに参加させていただいて。 その時もすごく楽しかったので3日も楽しみでございますはあ、はあ、本当にみんながいとおしいわこんなに私のことを愛してくださってみんなありがとうございますなんかどうやったら恩返しができるんだろうって最近もうそればっかり考えてますね本当に ファンの方一人一人にね手紙を書きたいですね私 <laughs> 思いついた答え初見の方ありがとうございますかかとで伸ばし長すぎて歌うか,なかった <laughs> メンバーが出てこなかったの今かかとメンバー <laughs> 3日仕事休みのあるんじゃないのかと 本当に会いたい。<laughs> 本当に会いたい。三日お仕事の方多いですね。三日って。めっちゃ声高くなっちゃった。三日って。三日って何曜日。日曜日か。みんな日曜日なのに忙しいんだね。頑張ってみんな。みんなは。もう生きてるだけで偉いんだから。みんな。自分のことをたくさん褒めて。 で行こうね一緒に。なんか急に重いエピソード重いテーマみたいになっちゃった <laughs> 分かんないなんか気がし沈みやすい時期なのかな今分からないけどみんなそれぞれ大変なこととかあると思うけどみんなみんな大変だと思って自分だけじゃないって思って頑張りましょう一緒にポジティブ人間日下部です 思う<か> <laughs> こうしてだけど恩返しになってますってもう優しいのよぜひ書いてお返しえー、書きたい手紙ほ本当に恩返しその場合恩返しますみんな優しさの塊やな本当に。 長岡だから間に合うそうだよねそう長岡あおる長岡だからね <noise> 大丈夫かな今日の私の配信でもしかしてじなんか気負,いす気負いすぎてる方いらっしゃらないかなマジで気負わないでくださいね <laughs> 私が伝えたかったのは楽しく推し活をしようねってことですので本当に やっぱみんな優しいからさ結構考えすぎちゃう方とかも多いと思うのでみんなフラットにフラットに気楽にねいきましょうよ楽しかったです今日も本当にということで終わりにしますか改めて今日オンラインおしゃべり会参加してくださった皆さんありがとうございました そしてショールーム見に来てくださった皆さんもありがとうございましたということでスクショタイムを押してランキングを発表して終わります楽しくお得をするのがお互いにとって一番そういうこと <laughs> そういうことだよみんな。ありがとうみんな楽しかった。じゃあスクショタイムします。 取れたかなみんな取れましたかねじゃあ終わりにしますあっ麗れだユギフットありがとうございます嬉しいではランキングを発表します13位さーちゃんありがとうございます12位ティダカンカンさんありがとうございます 11位ケンさんありがとうございます。10位ラベンダーさんありがとうございます。9位チューにゃんさんありがとうございます。8位カットしさんありがとうございます。7位新んちゃさんありがとうございます。6位高田さんありがとうございます。5位ジェイさんありがとうございます。4位ゆうたくんありがとうございます。 3位,位マイナーコミュニストさんありがとうございます2位マイマイさんありがとうございますそして1位がヨシドウさんですありがとうございますはいということで今日は1時間45分ぐらい の2時間弱のショールマイシンだったんですけどお付き合いいただいた皆さんありがとうございましたすごく温かくて嬉しいコメントが今日は本当にたくさんですごく心も温かま,温まりましたしめちゃめちゃ嬉しい気持ちになったショールマイシンでした皆さん素敵な時間を今日もありがとうございました <laughs> 私からもみんなに元気とか与え渡せて お届けでできていたらすすごく幸せですあのインスタグラムだったりツイッターだったりも更新しましたのでぜひ皆さんチェックしてくれると嬉しいです。本当に素敵なコメントをたくさんありがとう楽しい時間をありがとうということでメールはですねあのちょっと11時までなのであと2分で絶対に間に合わないのでモバイルメールは明日改めて送らせていただきます。ということでありがとうございました見てくだささった皆さん今日はね 日曜日ということで日曜日の夜のね貴重な時間をありがとうございました明日からまた1週間が始まる平日が始まるということでみんなのこと応援してますみんな頑張れ <laughs> というより一緒に頑張ろう <laughs> ということで明日はちょっとショールームできるかまだ分かんないんですけどもし配信したらまた次も見に来てください ということで、ありがとうございました、みんな。11時じゃん、もう。夜遅くまでありがとう。じゃあ、11時になったら切りますね。あ、あと40秒ある。みんな、ありがとうございました。おやすみ。おやすみ、みんな。ありがとう。バイバーイ。楽しかった。バイバイ。あと30秒ある。おやすみ。頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとう。 頑張りましょう頑張,る頑張ろう,張ろうありがとうございました頑張ろうおやすみ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 なさいおやすみまたね本当にかわいいバイバイありがとうみんなあと15秒バイバーイ今日ありがとうこちらこそありがとうバイバーイお互いで頑張りましょう頑張りましょう <laughs> コメントをギリギリまで読むおやすみなさいおやすみバイバーイ